ダカールをですね出発地にしまして、はい、ゴールのパリを目指すとあのテレビ番組があったんですよね。浜田真理さんが歌うテーマソングっていうのは私大好きでですね、それはもう多分きっとパッとこれです。あ、今流れてますね。勝手にくらゲストやけどテーマソングが大好きで、これが、はい、これが流れてくるとですね、だんだんですね、テンションが上がってくるんですよね、まあ、自分の車を乗っていてもですね、はい、もうこの奈良のあぜ道やパリ・ダカールラリーのコース見えてくる、はい、ってこう、はい、自分がですね、まだまるであのドライバーラリードライバーになったような感じになってくるわけですよね。はいはいはい、そうするとですね、はい、いつものように走っているところがだんだんそういうふうに見えてきまして、テンションが上がってきまして CD が流してるんですね。そうですそうです、 CD がこう浜田舞さんの音楽、はい、また流さなあかんじゃないですか、はい、2回目ですか、はい、あの時車振って宙を浮いたんですよね。あら田んぼの中に車持っちゃったちょっと待ってえらいことです。まあ、もうあの